さあ、改めて、おしりデカ太郎さんです。はい、毒風どう食べるか読みました。どうせならドライタイプの毒風も食べてみてほしいです。はい。前回はどうやったんだっけ？まあ、ちょっとネチャネチャしてるやつやったから、それが気持ち悪い。うん、いわゆるこのカリカリの、うん、まずなんかいけそうやろ。いや、違う、匂いが、はい、やっぱり、うん、ちょっと独特の匂いするやん。はいはいはい、まあ、でもそんな、もうどれ行くっす？茶色なのか、そのなんか、どっちかって言ったらこう、チョコ的な感じでいけんじゃない？一応肉やねん、これは。なるほど、なるほど。栄養、肉、野菜、カルシウムやねん。あ、肉ちゃう？でもこれ、ビーフ味って書いてありますからね。ビーフ味いっちゃうよ。お肉これいく、うん、ああ、いただきます、うん、はい。あ、なんかうまそうな味、匂いする。音がするな。全部味った。悪くない。毒の食えんの？あれもカルシ酒のあてみたいな、うん、食えんの？あれ何我慢してんの？だとしたら何の我慢？いや、ちゃうね、だからなんの話してんの？マジでどうか。ちゃうねん、まずいっていうぐらいまずないねん。はいはいはい、後味気持ち悪くなってくる。ああ、なるほど。じゃあ、ほんまにまずくはない。はいはいはい。顔ってなんやろ。ああ、わかるわかる。テンションがむっちゃ下がるとは。後から気持ち悪いな。なんかな、はい、うわーじゃないね。なるほど、嘘をつく。ああ、気持ち悪いわ。テンションがもう、あ、だから気持ち悪い。もう嫌わ。気持ち悪いな、うん、なんか分かるやろ、うん、嘘は俺つきたくない。まずくない。でも、はい、確かに食えんことないで。なるほど。むっちゃ腹減ったら俺行くで。いや、なるほど、なるほど。ほんまに腹減ってて、はいはいはい、ほんまにもうこれ今言っとかんと死ぬっていうやったら全然行くし、はい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 、全然行ける。酔っ払ってたら多分普通に俺、あ、もう居酒屋やったらこう普通やっちゃってる。なるほどなるほど。だいぶ塩かけるとか、あー、調味料したら入れたら調味料をふんだんに駆使すると、はいはい、美味しく仕上がるんではなかろうか。でもいけます、全然いけました。ありがとうございます。ナイスキングタック。